川畑みのる文は、日本の公家、政治家。議会は、ジュニー。爵位は、司爵、元老院議官、貴族院議員、近畿官主公などを歴任した。母親戦争では、近畿奉行となり、慶応4年4月には、有り川の宮たる人親王に従って、江戸城に入った。明治3年東京府県省参事となり、その後、 内務省兼少書機関などを務めた。明治六年イギリスに留学し、帰国後、家族会官副官事となった。家族令に基づき、八百八十四年七月八日、死者となる。その後、第一回貴族院死者議員選挙にて、貴族院議員に選出された。八百九十年十月二十日、緊急官司校となる。明治四十三年七月十六日、 66歳で没した。家族の学問の切磋としての教育を図るため、秋月主樹らとともに通り感謝を結成した。イギリス留学の経験から、イギリスの繁栄は議会によるところが大きいと考えていた。そのため、日本も国会開設後は、家族が上院議員として役割を果たすべきだと唱え、家族に対して議会制度を学ぶよう主張した。 この通関者の動きは、後に、家族会館の設立につながっていく。なお、帝国議会開設後は、自身も、第一回貴族院主尺議員選挙にて、貴族院議員に選出されている。ありがとうございます。